岡競馬場今日のメインレース第11レースは JBC 協会協賛中和ウィザード賞ヒットスタディオンシリーズ道の爽やか杯第44回ダイヤモンドカップ岩手グレード m 1です東日本交流競争ダート 1800m10 頭です枠入り順調係員が離れます10番のセイフェミニンこれからゲートに収まりますパパコンディションは良ですセイフェミニン収まりました スタートしましまた第44回ダイヤモンドカップです好スタートを切った藤井裕次ーンさあ今日はどうしますかうちの方から前に行きそうです2番の藤井裕次ーン先手を取りそうです外4番の江戸の万歳6番サンゲイキャノンと追走して9番エスケンドリームさらに5番コンバットスプーン外に並んで7番パンセ1コーナーに入ります その後ろ1番の大井町は今日中段からの競馬後方勢ですが8番、さくらトップキット3番、クルトゥルンシンガリからいきますセイフェミニン先頭からシンガリは12、三馬身でこれから2コーナーカーブに入ります。 単独先頭2番、藤井裕人はリード5馬身ぐらい取って向こう正面へ2番と4番、江戸の万歳です内を進んで7番、パンセが3番手外6番、サンゲイキャノンあるいは9番、エスケンドリームが固まっております1 0 0 0ーを通過一馬身最1番、大井町内並んで5番のコンバットスプーン迫って8番、サクラトップキットです後方ばらけまして3番、クルトロルン最後方は10番、セイフェミニンです 向こう上面、ゴールまで800を通過現在リードは1馬審、2番藤井祐人 2番手のポジションですが4番、江戸の万歳で第3コーナー入ります、2馬身、9番、エスケンドリーム3番手、1番、大井町4番手、600を通過、さらに内々を進んでおります、7番のパンセ、3、4コーナーです、さあ、先頭2番の藤浪人、リードは2馬身と広がって、2番手、4番、江戸の万歳、3番手に1番の大井町上がってくる400を通過、持ったまま2番の藤浪人、藤浪人先頭で、さあ、今日もここから、藤浪人の独壇上か。 1>, 1番の大井町が2番手4番の江戸の万歳3番手200を通過先頭2番、藤浪人。場内から拍手です外から1番の大井町が2番手のポジション先頭、藤浪人。大井町ょ二2番手縮まらない2番の藤浪陣藤浪人合流2番手1番大井町三3番手4番の江戸の万歳でしたその後七7番パンセ9番のエスケンドリームですもう敵はいないな 2番の友京真賞さあこの後どこへ行くのか2番の藤士寺ゴールデンバローズの3区そして安城は村上忍です2番手の1番大井町この馬もゴールデンバローズ今年は50頭を超える配合申し込みがあったといいますゴールデンバローズ復活の種馬そしてその夢を乗せて 2番の藤井舎人、きょも圧勝でした大井町2番手、4番江戸の万歳3番手、7番パンセ、さらには9番のエスケンドリームです、11レース、第44回ダイヤモンドカップ m 1 2番藤井舎人、きょも感動的なレースを見せました白馬牧場慶応ゴールデンバローズの3区、藤井舎人、新株町村上牧場の生産馬、オータムセールの出身馬です。 これでデビューから7連勝2番手1番、大い町、三3番手4番の江戸の万歳、そして7番、パンセ9番のエスケンドリームでした勝ちタイム1分52秒811レース確定までお待ちください